文明の謎、世界の大パーツ5000。5位、ケンジントンルーンストーン。表面と側面がルーン文字で覆われた長方形の砂岩製の板。1898年の発見以来、その起源と意味が議論されてきた。この石碑はでっち上げだとする学者もおり、意見が対立している。4位、サッカラバード。エジプトの墳墓から発掘された飛行機のような出土品。作られたのは紀元前200年頃に遡り、ライト兄弟よりも前に航空原理が理解されていた可能性を示唆する。3位、アンティキティラ島の機械。天文学上の様々な位置が算定できる計算機で、沈没船から発見された。紀元前150から100年頃のものとみられるが、その時代の技術では組み立てられないはず。2位、ベンデラの電球。3つの石のレリーフで構成されたモチーフ。エジプト神話の様相を表していると解釈されていたが、電球のように見えることから大パーツだと主張され始めた。1位は謎すぎる。コメント欄。